皆さん、こんにちは。英 k s a t u の三たかです。今日も一緒にボイスオブアメリカで英語の勉強していきましょう。本日のニュースは5月3日のものです。早速、お聞きください。U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with the foreign ministers of Japan and South Korea Monday ahead of a meeting of the group of seven major economies. Apple defends itself in federal court against charges that it treats small companies unfairly on its app store. German police say they have arrested four people in connection to one of the world's largest websites of illegal sexual images of children. And in South Africa, wildlife officials fear an increase in the illegal killing of rhinos as coronavirus restrictions decrease. news. U.S. Secretary of State Anthony Blinken met with the foreign ministers of Japan and South Korea Monday. アメリカのセクレタリー・オブ・ステイト国務長官ってやつですねアメリカの国務長官のアントニー・ブリンケンさんが with. まああったんですけどもウィズがくっついてくると会談したって意味でしたで会談しましたよ外務大臣とどこの日本と韓国のとなっていますね アメリカのセクレ a r リー・ f ブ・ステイ e という国務長官というのは日本で言えば外務大臣に当たるので外相級の会談があったってわけです。で、月曜日ね。で、それはね、アヘッド・オブってありますね、これ。何かに先立ってね、何かあるんだけど前もってね、なんか話し,しておきたいわけですよ。アヘッド・オブ・ア・ミー t i ング会議。何の会議かっていうと、グループ・ e ブ・セブン・メ r ジャー・ n カ m ミーズの会議。 グループオブセブセンですよ7つのメイジャーエコノミズ大きな経済を持っている国ってことですよ。G ってわかるこれで改めて G7 っていう国何だったかっていうのをね思い出そうとすると引っかかっちゃうんだけどここ韓国入ってるけど韓国確か違うよね。なんでアメリカと日本とですねえー、とあとはヨーロッパのフランスとドイツとイタリアイギリス。 残った1つは確かカナダと、ねえー、いうことで、まあ、それにですね中国とかロシアとかが入ったりもするんですけども、まあ、そういうような G7 に先立ってですねアメリカのアントニー・ブレンケンさんが会談をしたというお話でしたはい今いきましょう Apple defense itself in the federal court against charges that it treats small companies unfairly on its App StoreApple ですねえー、iPhone とかの Apple が 守ったんですすよ自自分自身をとなりますがどこで In a federal court. 裁判所ですね連邦、えー、裁判所裁判所で自分を守るっていうのはさ攻撃されてるっていうその物理的なもんじゃないのでまあ自分を守る弁明したぐらいな感じですかねアップルは裁判所フェデラルコートで弁明したんですよなんでアゲンストチャージズチャージを受けてってことですねチャージっていうのはあのー、これも物理的な攻撃もありえるんだけど その責任とかさ料金とかいろいろあるんだけどほん罪とかかな裁判所で罪をかぶれ、ね、かぶせされそうになって被されそうになって合ってる、えー、自分自身を弁護したわけですで、えー、何の罪かっていうとイ頭アップルねアップルが扱ったんだちっちゃい会社をアンフェアリーにってやつねなんで不平等に扱った不平等不公正に扱ったと言ってるわけですよどこで On Store its App store、ネット上だから、まあ、オンですかね。App Store で、まあ、自分の会社のところだから、自社を有利にしても良さそうなもんなんですが、ねそれ何か引っかかったみたいですね。えー、まあ、弁明を行ったということになります。はい、3つ目。A、uh, German police say, they have arrested four people in connection to one of the world's largest websites of illegal sexual images of c h i l d r e n え German police, ドイツの 警察が言言いましたよなんて言ったのイこのデイってですね警察のポリースっていうのはあのこれ複数なんですよこれで S つきませんけどもね警察ってたくさんいる感じやねで、えー、捕まえちゃった官僚系捕まえちゃったよ4名どういう4名かっていうと後ろから説明があって「エンカネクション」っていう何かとつながってるってんですよ でトゥーっては、ね、本当に物理的につながってる感じですね,ね、えっと。パソコンとプリンターがつながってるとかさ、ネットにつながってるとか、そういうつながりを表します。人と人との絆みたいなときは、これね、with にするんですよ。in connection with 人みたいなね。それはあるんですけども、ね、ここはネットでのつながりを言ってるんで、to を選んでます。で、何とつながるかって言ったら、one of the world's largest websites。1って1つだよね。複数のもののうちの1つ。 世界最大のウェブサイトの地の一つとつながっている4人を捕まえたんですよ。そのウェブサイト何に乗っかってるよオブ・イ e g ガ l 不法なセクシャル・ sexual, 性的なイメージ・画像です。誰の子供の子供の違法で性的な画像を乗っけている世界最大のウェブサイトの一つとつながっている4人を捕まえたとドイツの警察が言ったということになっております。はい、ラスト4つ目。アネイス アフリカ、ワールドライフ・オフィシャルズ、フィア・アン・インクリズインディ・イレガー・キャランド・オブ・ライノス・アス・コロナ・バイロス・レスリクションズ・デグリーズ。はい。南アフリカのお話。ね。世界中の記事が載っかってますよね。アフリカに来ましたよ。ワールドライフ・オフィシャルズ、野生動物の当局者は、フィア・恐れたんですね。まあ、恐れているでもいいかもしれません。アン・インクリズ名刺の時前ですね。 え、増加すること、増加を恐れている。増えるのを怖がっている。で、何に増えるかっていうときは、このね、イン持ってくるんですよ。数字が増えるみたいなね。え、uh, the illegal killing、また出てきましたね。illegal killing、不法な殺戮。まあ、密漁ってことですかね。何の ?of rhinos, これ、サイです。サイを不法に殺すことの数が増えるのを恐れている。なんででしょうね。アズがあって、 コロナウイルスの制限がディクリースこれアクセントとしてはね、えー、とコロナウイルスであれしちゃだめ、これしちゃだめ、うちにいなさいよとかね我が国に来てはいけませんよとかそういうような、ね、制限があったのがディクリースって下がっていくもううち家に来ていいですよ観光に来てください野生動物見に来てくださいとかね国境を開けますよなんていうと密猟者まで来ちゃう、ね、ハンターまで来てしまうってそういうことを がある状況でサイっていうです、ね、えー、まあ密漁されそうなあの角にね価値が非常にあるみたいなんですけどもえー、サイが狙われるんじゃないかっていうことを野生の、えー、野生動物の当局者が恐れているというニュースでございました前回紹介しました「名前道語」ももう一回ちょっと振り返っていきましょうかね。こここで出てきた、えー、とこの単語と ね、兄弟みたいな単語ですね。意味は反対。増える、減るなんだけど、増えるっていう動詞の時は、increase ですね。decrease。これ、動詞。動詞の時ね。名詞の時は increase, decrease。ね。名詞の時は前です。あ、名前動語。先に動詞を言ってしまいましたけども。はい。まあ、ということで、あの、時々こういう復習もできるとですね、あの、記憶には残るんじゃないかなと思います。はい。ということで、 今日はこの4つのニュースでございましたちょっと更新遅れ意味大変申し訳ありません、えー、ノートというですねブログみたいなもの厳密には違うのかもしれませんけどもそちらはですねなるべくね新しいニュースを乗っけようと日々更新しておりますんであの概要欄にリンク貼っておきますんでぜひそちらの方にも訪れてみてくださいこの動画気に入ったという人はぜひ高評,ボカ高評価ボタンを押していただきますと僕のやる気が出ますんでまた応援よろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう